この動画はテレダインレクロイの提供でお送りします。こんにちは。今日はアンカーから新しく発売された USB の急速充電器を分解検証します。こちらです。アンカーガンプライム。ガンプライムの 120W です。新しくガンプライムっていうシリーズが出てきて、まあ、そちらの一つの製品になります。でこのガンプライムのガンの部分、GAN の部分ですけども、これは中身に使われているパワー半導体の名前です。GAN。日本語ですと がガリウムもしくは英語だとガリウムナイトライドですねアンカーに限らず最近の USB 充電器はほぼこちらのガン窒化ガリウムを使っていますまず簡単なスペックの確認です USB-A が1つそして PD 充電に対応した USB-Type-C が2口合計3口で充電ができます 今日分解するのは737チャージャーですけども電力は 120W 宣伝文句としては PD 充電に対応したタイプ C が2つありますので2つ同時で急速充電ができるとそういったことを売りにしています販売価格は定価は1万3000円です1万2000円という値段なんですけどもさすがに高いと思います USB 充電器にしてはで重さですが 197g 個人的な感想ですけども大きさの割にまあそこまで重くはないかなって感じですねで使える電力はこんな感じですねまず3ポート使うと合計 120W まで使えます1ポートだけを使うとどうなるかここに USB1 c と C2 と A がありますで C1 と C2 はそれぞれ1ポートだけしか使っていない場合は最大 100W まで対応しています USB-C の一口が最大 100W になってますので PD3.1 には対応していませんで少しトリッキーなのが2ポートだけ使用した場合ですね C1 と C2 同時に使った場合はそれぞれの合計で 120W まで使えます次に C1 と A を同時に使った場合もこれも 120W いけますで問題は C2 と A この真ん中と一番下の A を同時に使った場合ですがここだけ少し変わったことをしていて最大でも 24W までしか使えませんちなみに USB ケーブルが E マーカーに対応していないものですと電流は最大で 3A しか流せませんですので Type-C から 100W を出そうとすると E マーカーに対応したケーブルが必要になりますこんな感じで 5A まで対応しているケーブルを使うと 5A まで電流を引き出せます 実際対応していないケーブルで 3A 以上流そうとしてもこの充電器側で勝手に電流を遮断するようになります次は効率の測定をしました効率カーブは負荷の電力が一番高いところで最高効率点になっていますちなみに USB の出力電圧591520で試していますけども 20V 出力の時が一番効率が高くなっています負荷が 120W のところで最高効率92.6%です 効率は高いい部類に入っていますここでアンカーの販売ページを見てみると95の充電効率と書いてありますこれはおそらく電力効率のことかと思いますが電力効率は測定値92.6%この数字まで届きませんでした測定条件いろいろありますが95%はおそらくコンセントの電圧が 200V の時の電力効率かと思ってます アンカーの充電器は窒化ガリウムを採用し始めた頃から効率は90%超えが当たり前になってきています窒化ガリウムを採用する前は80%台後半とかそんなところでした他の充電器と比べても大体91%から92%台前半ということですので今回の92.6%は効率としてはかなり高い部類に入っています この充電器見てもらうと分かるんですが 120W という電力に対してかなり体積は小さいですこの商品の付加価値としてなるべく大電力でそして小さくするそういった付加価値をつけていると一見は予想していますで実際の商品ページを見てみても小さく大電力であることがま何かそのバリューなのかなというふうに見て取れますつまりどういうことかというとこの本体の熱設計とそして効率が深く結びついているということです 一番条件の厳しいところで効率を高く設計するまつまり損失をなるべく小さくする必要があるわけですですので100%負荷のところでこの充電器が一番発熱しますでその動作ポイントで損失が最小となるような設計をしているんだなというふうな考察をしてます次はサーモグラフィーを使って本体の温度を測定しましたこれは充電器が出せる最大の 120W で連続1時間動作した後の温度です 動作条件としてはかなり過酷な部類に入るかと思いますこの側面の部分の温度が一番高くなって最高温度は80度程度この時の室温は25度ですこのチャンネルの割と初期の方から USB 充電器の分解検証というのをしてきていますが年々 USB 充電器の動作温度というのは高くなってきています 特にこういった小型の USB 充電器でしかも窒化ガリウムを使い始めた頃ぐらいからその傾向がかなり強くなってきていますこの充電器の中にキャパシタとかそういった受動部品が入っているんですけどもそういった部品に対する要求特に温度に対する要求はかなり厳しいです この中には電解コンデンサーが使われていますが液体の電解質を使った伝統的な電解コンデンサーですと電解液が使っている間に蒸発してしまったりいろいろあって寿命はそこそこ短めになると予想してますで中に使われている半導体についてもやはりそこそこ厳しめの条件で動作していますまあただ実際に大電力が流れる部分については高温動作可能なワイドバンドギャップ半導体ガンですね 窒化ガリウムが使われていますのでまあ高温動作 OK ということですちなみに窒化ガリウムではなくてシリコンのパワー半導体を使うとここまで小さくすることはまず不可能ですこちらの窒化ガリウムのパワー半導体を使ったものですと効率は92%台後半になっていますけどもシリコンのパワー半導体を使った場合ですとそこまで効率を高くすることはできません 88%89%90%、まあ、くらいの効率になってしまうわけですそうしますとその分多くの発熱が出てきますでその発熱をどうやって放熱しているかなんですけどもこの表面積でま自然空冷しているわけですでその自然放熱にもま限界があるわけですですので窒化ガリウムを使ってまこの表面積でまこの体積の小ささがようやく実現できているまそういった背景があります まちょっと話は戻って温度が80度っていうことなんですけどもこういうふうにですね5秒以上触ってると確実にやけどしますそのくらい熱いですまあですけども 120W で何時間も使い続けるま使い方があるかって言われるとまそこまでないような気もしますまここまで厳しい条件で使い続けて温度をまあわざと上昇させているわけなんですけどもまあそういった使い方はあまりしないと思いますのでやけどについて心配する必要はなさそうです まあただ長時間使う場合は温度についてはある程度気をつけては欲しいかなといったところですねで分解を始める前に USB 充電器の一番分かりにくいところではあるんですけども PD について少し見ていきますで今日のスポンサーのテレダインレクロイからオシオスコープとかいろいろ借りたのでそこら辺のですね USBPD のネゴシエーションについていろいろと見ていきます まず PD の充電に対応した充電器とそしてケーブルそして PD の充電に対応している充電側の機器この場合だとスマートフォンですが例えば充電を開始するとこういうふうになりますでここに USB 給電を始めるともともと 5V だった電圧が 9V になりました 5V から 9V に電圧が変わったわけですけどこの間で何が起きていたのかここでネゴシエーションというのをしています USB ケーブル見てもらうとまあ中に何本か線が入っているんですけども USB PD の場合はこの CC1 とか CC2 とかそういったのを使ってこの充電器側とスマホ側がどういった電圧を出したらいいのかあとどのくらいの電流まで使って充電できるかというのをネゴシエーションしますでこの CC についてはスマホ側についても同じのがありますこの USB Type-C のケーブル見てもらうと分かるんですけど裏表両方でもさせますねですので2つあります 最初何もががってていいいない時は電圧が出ていませんでここでケーブルをつなぐとですねとりあえず何か電圧出そうってことで 5V の電圧を出しますで次に USBPD の場合は急速充電できるかっていうのをまあ判定するわけですけどもまずどうするかというとこちらの充電器側が電圧何 V を出せます何 A まで出せますという情報をこちらのスマホ側に渡しますでその情報をどうやって渡すかというとこちらの CC1 か C2 CC どちらかを使ってやります ちなみにその電圧電流のデータのことをですね PDO といいますパワーデータオブジェクトですでネゴシエーションの過程でこの PDO のデータを CC1CC2 を使ってスマホ側に渡すとどういう情報かというと PD で 9V 使えますよ 15V 使えますよ 20V まで電圧出せますよとかそういった情報です でそのデータを受け取ったスマートフォンはどうするかこのスマートフォン側にもですね当然充電の要件というのがありますまあ充電の時に使える電流と電圧の上限ですねでスマートフォンは受け取った PDO の中から使える電圧というのを選びますでそしてその電圧何 V 出してほしいっていうのをこの CC のケーブルを使って充電器側に送りますそうすると充電器側はその受け取った情報を元に何 V 出すかというのを決めるわけです まあさっきと同じ条件で充電してみます今電圧は 5V 出ていてここにつなぐとネゴシエーションが始まってそしてですね充電の電圧は 9V になるとこちらの充電器とスマートフォンは PD の充電にそれぞれ対応していますのでこの電圧で充電しようというのをこの USB ケーブルを介してネゴシエーションしていたわけです ちなみに余談になりますけどもこの充電器側の性能が極端に高くてもこちらの充電される側の性能が低いとこの充電の速さというのを生かしきれませんですのでスペックに合った充電器を選ぶのがいいでしょうただ充電器の場合は台は小を兼ねていますので大きいものを選んでもいいかもしれませんでは実際に充電器とスマートフォンの間でどういうふうにネゴシエーションをするのか見ていきますこちらに用意しているものがありますがこれをですね充電ケーブルと あとはスマートフォンの間に入れますでそうするとこの間に挟んだものをこれフィクしチャって言うんですけどもこれを使うことでですねあのどういった信号をやり取りしてるのかっていうのを抜き出せるんですねでここにオシロスコープのプローブをこういうふうに押し当てていくわけなんですけどもこうすることで CC の信号でどういうふうにネゴシエーションしてるのかがわかるようになりますこんな感じですね 今回は PD 充電のネゴシエーションを見るだけですのでこのデータの線は特にハンダ付けしませんがここにもハンダ付けできるようになっていてデータ信号のデバッグとかですねいろいろできるようになっていますこんな感じで作動プローブのアタッチメントみたいのが付いているやつもありますちなみにこちらの USB Type-C のフィクスチャー使ってみたい買ってみたいという人はぜひ定ダインレクロイにデモ機の問い合わせかまそれか見積もりの方お願いします 充電を始めるとネゴシエーションを始めますこのオシロスコープの画面にですねどういうふうなネゴシエーションをしているのかが出てきますあこういうふうにされていますねこれが波形を拡大したところですこの黄色の波形は CC の信号ですそしてこの赤色の波形これは何かというと USB 充電器が出力している電圧そしてこの青色の波形は充電電流です赤色が電圧青色が電流です でちょうどこの時点で USB ケーブルを挿していますでちょっと時間的に遅れて最初充電器が 5V の電圧を出していますとこの 5V のところでなんかネゴシエーションしてるんですねでそのネゴシエーションが終わったところで次 USB 充電器の電圧が 5V から PD の 9V まで上昇していますですのでこのネゴシエーションしているところでスマートフォンが充電器側に 9V の電圧を出すようにリクエストするわけですね でそのリクエストを受け取った充電器側が 9V の電圧を出力するまあそういった流れになっていますでまあここら辺でもいろいろネゴシエーションはしています この一番最初のネゴシエーションのところでいろいろやってるんですねケーブルの情報とかを読み込んだりしていますこれは今 USB の EPR ですね 240W まで対応した USB の充電ケーブルを使っていますがここにですねちゃんと USB ケーブルの情報というのがネゴシエーションの最中に読み込んでいますこの場合だと電流は 5A まで流せてまで流せて そして最大の電圧は 50V ということになっていますでさらに下に行くとですねここでソースケャパビリティってのを見てるんですねソースケャパビリティって何かっていうとこちらのアンカーの USB 充電器が何アンペア何 V まで出力できるかっていうのをスマートフォン側に知らせているわけですね これがですねちょっと厄介でスマートフォンの相性とかもあると思うんですけどもなんか正確な USB のソーキャパビリティの情報がなんか読み出せていないんですね本当だったら 20V のところで 5A まで出せる充電器なんですけどもこれを見てみると 20V0.75A ってなってますねちなみにスマートフォンの代わりに USB のトリガーデバイスを接続すると トリガーデバイスで見てみると最初の1回目のソースケパビリティは USB 充電器が出力可能なスペックより少し落としたものを通信していますこれ 15V1A20V0.75A ででこのソースケパビリティをやはり何回か繰り返していくとですねだんだん上げていくんですねでそしてようやく何回目かのソースケパビリティのところでようやくですね 15V3A そして 20V ト 5A という風うな、まあ、PDO を出しているのかなといった感じですね。これはちょっとよくわからないんですけど、まあ、多分アンカーの仕様によるものかと思います。 このアンカーの USB 充電器、2つ同時に急速充電、PD 対応しています。ですので、いきなりフルでやると、多分2つとも電流がドカンと流れて、トリップするのかなとか、そんなことだと思います。ですので、最初はいきなり電流を流さないような制御をしているのかなといったところですね。 こういった USB の通信とかっていうのは基本的にオシオスコープを使ってやってもいいんですけどもまあプロトコルアナライザーっていう通信をですね解析する専用の装置みたいのがあるんですねそういうのを使ってやるくらい結構難しいことですですので今回はこのくらいにしておきます次は分解です開けてみるとあまたこれか なんかシリコーンが入ってますね今日分解した充電器の前のモデルでアンカーナノ2っていうのがあるんですけどこれですねそちらの 65W 版にも中にこういった放熱用のシリコーンみたいのが結構ぎっしり詰まってるんですね触ってみると結構簡単にボロボロと崩れます結局分解すると中身はこんな感じです殻を割るようにして分解しましたでやはりこの中身については全面がシリコーンで覆われています そして注目すべきはこちらの殻に貼られているシートですで表面が絶縁用のシートで覆われていてそこを剥がすとこういうふうになっていますこれはグラファイトシートですこの中身での発熱がかなりすごくてまあ放熱もかなりきついですねですのでこういったグラファイトシートを使って熱をよく逃がす作戦です 今までアンカー製の充電器を数多く分解してきていますがこういったグラファイトシートが使われているものは今回が初めてですこのピンク色のシリコンをどうやって流し込んだのかっていうのが結構疑問なんですけどこちらのコンセントの部分には結構ぎっしりと実装されていますでですが上のの方はこのように途中で シリコンが止まままっっててしいますまあ上に蓋がつくんですけどその蓋を閉める前にまあ細いチューブとか使って実装したのかなとか今のところ予想してます表面だけシリコン剥ぎ取ったんですけどそれでもかなりの量のシリコンが使われていました。 でまず表面に使われている部品を簡単に見ていきますコンセントから入力されてこれが全発整流回路のダイオードですねでその後すぐにナビタス製のパワー半導体がありますこれは窒化ガリウムを使ったパワー半導体ですでそのまたすぐ左隣これはインフィニオン製のパワー半導体ですこちらも窒化ガリウムのパワー半導体ですでこちらに長方形の IC がありますけどこれも同じくインフィニオン製です インフィニオン製の制御 IC でハイブリッドフライバックコンバーターの制御をする IC です隣にあるインフィニオンのパワー半導体を制御するために使われていますまあコンセントからすぐ入ってきたところにフィルター回路があってでその隣にあるまあ変圧器っぽい部品があるんですけどこれは分解してみないとわからないですでこの黄色い部品これもちょっとわかんないですね多分力率改善回路で使われているインダクタかなといったところですねまあ後で分解します これは温度センサーですねアンカーの宣伝文句で1日300万回の温度を測定しているってありますけどもそこに使われている温度センサーですこの変圧器と思われる部品のすぐ近くにこういうふうに貼り付けて実装されていました四角い IC2 つありますがこれは SW3536 という中国のメーカーが製造している USBPD 制御用の IC ですこの IC ですが USBPD の制御だけではなくて USB のところで電圧を高圧するのですがそこに使われている高圧コンバーターの制御用の IC として使えますでその高圧コンバーター用のパワー半導体 MOSFET ですねがここに何個か実装されています全てインフィニオン製ですでとりあえず表面を見てわかることはインフィニオン製のパワー半導体が多用されていること そして窒化ガリウムを使ったパワー半導体が2つ使われていますそれぞれ役割は違っていますまあうまいことバランスをとってますねま中国の国内のものも使っていますしこういった欧米メーカーの高性能なパワー半導体も使っていますで動画の冒頭で1万3000円は高いと言いましたけども改めて分解してみるとまあ値段なりの部品は使われていますで基板をですね全部分解してみたんですけどもやはり中までかなりぎっしりと 放熱用のシリコーンが入ってますこの熱伝導シリコンを全部集めました重さはどのくらいかというと 47.5g 重さの25%がこの放熱シリコンを占めているということになりますまず全体の接続ですねこれが入力側の1次側の基板ですでそしてプレーナー型の変圧器が接続されますまあここでメインの電力変換を行っていますそしてこちらの2次側の基板これ USB がついている基板ですけども でさらにこれがこういうふうにくっつくと USBA とインダクターがついている基板がありますがそれはですねここにこういうふうにフィットしますこちらの基板先ほど温度センサーは1つだけの紹介だったのですが裏面を見てみるとこちらにも温度センサーがついていますセンサー2つ使って温度監視してますねでこちらの温度センサーは温度高くなるとシャットダウンするんですけどもこのセンサーどこにつながっているかというとこちらのマイコンにつながっています こちらのマイコン ES セミといって中国のメーカーが製造している32ビットマイコンです。中身は ARM ベースのものを使用しています。皆さんお気づきかと思いますが、こちらのマイコンや あと、裏面の PD コントローラーを含めて、中国製のメーカーがかなり追い上げてきている印象です。1年前とか2年くらい前までは、こういう部品はあまり使われることはなかったとは思っていますが、ここに来てですね、急に中国メーカーが追い上げてきています。 今はこういったパワー半導体には割と実績のある欧米メーカーのものが使われていますが1年後2年後3年後になるとこういったメーカーももしかしたら中国メーカーに置き換わるかもしれませんちなみにアルミ電解コンデンサー2つ使われていますが温度グレードは2つとも105度のものを使用してます この充電器カイロトポロジーとしてはハイブリッドフライバックコンバーターを使っているわけですがフライバック変圧器の部分にはプレーナー型の変圧器を使っていますこのクラスの USB 充電器をいくつか分解してきましたがプレーナー型の変圧器を使っているものは今回が初めてですま場所をですねなるべく小さくするための工夫ですねこちらが分解後フェライトコア同士と基板がかなり強力に接着されていて こういうふうにコアを壊さないともう取り外しができない状態でしたこちらのプレーナートランスですがプリント基板を巻線代わりにしています他のプリント基板と比べるとこのプリント基板だけ厚みがあります分解してないので分かりませんが複数回巻かれている可能性がありますとりあえずアンカーャンプライム 120W のまとめです まず発熱放熱がかなりきついということが分かりましたですのでこういった熱伝導シリコンを重さの1/4程度使ってま冷却効率をなるべく高くしていますでそれでもですね、まあ、やはり足らないようでこういったグラファイトシートを貼ってさらに熱伝導を高めていますこちらのグラファイトシートについてはスマートフォンの放熱とかではよく使われますが充電器で使った事例は見たことがありませんこれが初めてです まフルパワーでずっと使い続けると発熱はかなりひどいんですけどもまそういった使い方をしなければですねかなり出来はいいかと思います今回分解した充電器を含めてアンカー製の充電器を概要欄の方にまとめています Amazon リンクなのでもし気になる人はいろいろ確認してみてくださいであとスポンサーのテーダインレクロについても忘れずにチェックお願いします概要欄にリンクありますそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄から。